私たち家族の信条を大切にしてくださった皆様にありがたく心よりお礼申し上げます。浜北区在住川島家ご家族様より、15年前に自宅にて父の葬儀を永遠さんにお願いいたしました。この度の母の葬儀は前回と違い、お通夜からお葬式までを式場とはに木部の里で執り行ったため、使い勝手がわからない不安がありました。父の葬儀の時、自宅に聖火祭壇を飾っていただきましたので、今回もお花をメインにした祭壇を飾りました。担当の長島さんのアドバイスもあり、お花の好きだった母の好みをふんだんに取り入れてくださった、実に母らしい素敵な祭壇となりました。納棺の際には納棺師さんにとても自然なお化粧をしていただき、参列された方からもすごく綺麗だったよとお言葉をいただき嬉しかったです。また母を納めた桜柄の棺と、母本人の希望で着せていただいた桜柄の着物とが相まって素敵でした。式場に飾っていただいた思い出コーナーは、母智恵に贈る最高で最後のプレゼントになりました。飾っていただいた好物の甘酒、お汁粉、それにビールに母もきっと大喜びしてくれたと思います。コロナ禍にもかかわらず、大勢の方がご弔問してくださり、準備したお香典返しが足りなくなるハプニングもございましたが、長島さんが手際よく対応してくださったおかげで、どなたにもご迷惑をかけることなく事なきを得ることができ、ありがたかったです。あまりにも突然の別れにパニックになった私たち家族の心情を、本当に本当に大切にしてくださった永遠の皆様、折に触れお声掛けくださり励ましてくださった担当の長島さん、家族一同大満足の葬儀ができましたこと、ありがたく心よりお礼申し上げます。葬儀を終えて思うことは、将来的にお葬式を葬儀場で執り行うつもりなら、事前に式場を見学して自分たちが思っているお葬式がそこで遅れそうか検討しておくことは大切だと思いました。智恵様はお花が大好きで、ご自宅には常にお花を絶やすことなく飾っていらっしゃったと伺いました。お孫様やお友達と笑い合ったり、周りにはいつも笑顔があふれていたそうです。ご家族様にはご葬儀プランは派手好きな方だったので、ワンランク上でとお花をたくさんあしらったプランをお選びいただきました。お気持ちに添えるようお好きだった色の花を取り入れ、上品で華やかな祭壇に仕上げることができました。ご家族様にも喜んでいただき、私自身も嬉しく、ご家族様と同じお気持ちでお見送りすることができました。コロナ禍でもたくさんの方にご弔問いただき、改めて故人様やご家族様のご人徳をお伺い知ることができました。